今回は神の呪術第15回です。エネルギーを送るのは黄月姫の神様です。取り入れるテーマは味覚改善と水やご飯が美味しくなるエネルギーです。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで黄月姫の神様ですが、この方は食物神、食べ物の神様です。食べ物の神様は他にも豊受の狼様、武家持ちの神様がいらっしゃいますね。黄月姫の神様には伝説がありまして、それはスサノオノミクト様に黄月姫の神様が食事を出した時に、その際鼻や口や尻から食材を取り出し調理したということです。それでスサノオノミクト様は汚いと怒って、黄月姫の神様を切り殺したというものですね。すると黄月姫の神様から蚕、稲、粟、小豆、麦、大豆が生まれたということです。で、それらを神娘の神様が回収したということですね。ということで、高天原の追放からここまで、スサノオノミクト様は悪者ですね。まあ、その後、ヤマタノオロチを退治するので、ヒーローになるわけですけどね。また、受け持ちの神様も似たような話で、月読みのミクト様に切り殺されています。それで、黄月姫の神様のご利益は、農業守護、漁業守護、開運祥福、災難厄除け、航海安全、縁結び、子宝安産、出世、家内安全となっています。それで味覚異常なんですが、これは舌や口腔、口の中ですね、の異常が原因となっています。例えば、味を感じる味蕾が減少したり、萎縮したり、唾液の分泌が減少したり、ということです。それで一般的には症状に応じて治療を行います。まあ、これからエネルギーを送るわけですが、まずはお医者さんに行ってください。それではまず、味覚改善のエネルギーを送ります。Thank you.
終わりました。次は水やご飯が美味しくなるエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。